こんばんは。アップデートのお時間です。やってみた。はい、小坂さん、はい、今日もよろしくお願いします。いえいえ。どうしたんですか、普段そういうキャラでしたっけ。いや、わかんない。違うんだよ、ついさっきまでこうお風呂とか一緒にあげてると切り替えがわかんなくて、今無理くり切り替えようとしたら失敗しました。ボケの方法を忘れてましたけども。いや、もうまさにもうタイムリーというか、小坂さんにとってぴったりかもしれませんが、ね、今日のテーマは、ね、ちょっと早いなと思いながらも早くなかったりするんだよね、はい。はい、今日取り上げるテーマは、はい、親の教育意識をどうアップデートすべきかということで、うん、学研エデュケーションの提供でお送りします。2回目ですね。2回目です、はい、はい、嬉しいですね、うん。まあ、だからうち3歳0歳ですから、もうまだそんな余裕がないんですよ、うん、正直言いますと、うん。だけど、まあそこら辺からとは言いながら、バレエ行ったりとかするとやっぱりこうちょっとこう行儀よくなったりとかしたりとかするところもあるんでね、はい。まあ、勉強とやっぱ子供たちはものすごくこう昨日と今日で別人なぐらい変わりますからね。そうですね、成長スピードは全然違いますよね。選択肢を与えてあげたいなと思ってます。はい、うん、今日もニュースピックスとツイッターのコメントをお待ちしております。はい、お願いします。はい、で今日の記事に参りたいと思います。今日取り上げる記事はこちらです。必見、子どもの眠れる学習意欲を引き出す4ステップ、うん。こちらは本日のゲスト、学研エデュケーショナル代表取締役社長の川端敦史さんと、教育ジャーナリストの加藤典子さんとの対談記事です、うん。はい、コロナ禍で一斉休校や在宅時間の増加などにより、そうだね、子どもたちの学習環境に変化が起きています。はい、学習意欲の低下や学力格差の拡大を懸念する保護者もいる中、教育における落とし穴とは何か、そして子どもたちの学習モチベーションを引き出すためのヒントについて語っていただきました。うん、はい、ね。それでは続いて今日押さえておくべきポイントを紹介するこちらのコーナーです。はい、お気づきのコーナーです。まず、うん、日本の子どもの学力は世界的に高かったものの、ゆとり教育の実施により低下したというふうに言われています。本当なんですかね。はい、ゆとりの人がもうみんなブチ切れてますよね。ブチ切れてます。私ゆとりですから。はい、ゆとりゆとりっていつも言われるでしょ。ね、まあそうですね、うん。はい、しかしですね、その後学力の向上策が打ち出された2006年を境に再び上昇の傾向にあるんですね。はい、一方親目線でいうと、日本の保護者は世界に比べ子どもの学力への関与が低い傾向にあるんですね。まあ、学校任せ多いですね。塾任せ学校任せと言われてますもんね、うん。はいはい、しかし一方でオードリー・タンやイーロン・マスクの幼少期の家庭教育はというと、うん、子どもの独自性を生かし既存の型ではなく子どもに合わせた環境を与えられたというんですね。はい、また国内では新しい学習指導要領が適用され始めたことで、より実践的で個別化された教育に変わり、うん、学校教育も大きく変わり始めています、うん。以上のような教育のパラダイムシフトに親としてどう向き合うべきか、この後徹底討論していきます。はい、うん。まあね、なんだかんだ言って最初はやっぱり勉強は親がさせますからね。そうですね、うん、これもしょうがないですよ、やっぱりね、うん、親を見て言葉を覚えて動きを覚えてね、うん、そこの部分はあると思いますけども、さあそこで教育となってくると、うん、ちょっとなっていう人も多いと思うんで、その部分今日いろいろと聞ければいいかなというふうに思います。はい、思います、はいはい。それではこのテーマを議論するにふさわしい論客の皆さんをお呼びします。拍手でお迎えください。はい、お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、早速紹介させていただきます。もう今日はもう教育といったらっていう、上から順番に全部読んだって感じですからね、今日はね。そうですそうですね、はい、ミドルネームが教育という、そうではないですけどね。エデュケーション、はい、紹介していきます、はい。まずは学研エデュケーショナル代表取締役社長の川端敦史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ前回あれいつぐらいやりましたっけ。3月ぐらいですかね。しましたね、はい。早速やっぱなんだかんだってやっぱ教育に僕らも興味ありますし、まあ、子供がいっちゃうとどうしてもそこ思っちゃうんで、はい。今日その部分でどうですか、はい、今日やる気は。あ、もうバッチリでございます。肩ブルブル回ってますか。よろしくお願いします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 。続いてオリンピックメダリスト、メンタルトレーニング指導士で IOC マーケティング委員の田中ウルヴェ都さんです。よろしくお願いします。
このまま行くと田中さんはもう毎週来る感じになりますね、もうね先週もお世話になりました。そのうちあの見てくれたのが女大物に変わると思うんですけども、わかりました、ウルベから大物に変わってくると思うんですけども、いやね、まあ、教育の部分そこ、まあオリンピアンですからね、そうですよ ね、母がオリンピアンっていうメダリストっていうのはなかなかないシチュエーションですよ、うん、一番めんどくさいタイプだと思うのでそれって、なのであのできるだけ、はい、そこはこう、はい、どうやってバランスを取るといいかなって、もう今息子が21で、娘が21ですか。そうなんです。あ、そうですか。で娘が19なので、はい、なんか自分の、はい、子育てしてた時の反省も含めて今日は、はい、参加をしました。なるほど、はい、よろしくお願いいたします。続いて学生の松本杏奈さんです。よろしくお願いします。いいですよ、やっぱ松本さんみたいな感じ の、まあ、これあんま年齢で区切りたくないけども、学生のっていうのがまたいいですよね。今現在どこにいる。今徳島にいます。あ、今東京でした。徳島、ね、ところがこの次がすごいんだよね。はい、はい、アメリカに行きます。アメリカったってハワイに行くわけじゃないの。はい、あのアメリカのスタンフォード大学に。スタンフォードって存在するんだね。私もまだ信じれてないです。ねえ、俺ラピュタとあんま変わんないんですけどね。なんで海外に大学を受験しようと思ったんですか。なんかそれこそ問題児すぎて、うん、ちょっと自分に合う大学どこかなって考えた時にアメリカの方が多かったっていうオチで、うん、なるほどね。確かに髪の色の発色が問題児バンバンですからね。可愛い。この色味今日染めた感じですか。いや、一昨日染めました。一昨日今一番いいね、発色が。そうです。うわ、よかった、いい時で、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いてタレントの鶴野たけしさんです。よろしくお願いします。いや、おかしいでしょ。何がですか。いや、つい最近までですよ、僕。何が。ヘキサゴンですよ。それが教育って。ここ座っちゃいけないんですよ、僕本来。この番組ね、逆張るんです。いや、もう本当だ。おバカ発言でおなじみの鶴野さんが。でも人生どうなるか分かんないなと思って。でも教育に関してはもう、だって、うん、実績ですから、うん、いやいやいや、まあでも今あのちょうどね、あの自分も短大行って、うん、あの上がもう短大ですか。あ、僕が。ああ、そうですね、はいはい、で今2年生なんですけど。保育士の免許を取られてる。そうです、あの保育関係の。だからある意味松本さんと同じ学生なんですよね。学生なんですよ、46にして、はい、今勉強してということで、まあ、興味あってすごく、はい、今日楽しみにしています。だってもう本当にあの教育の方の授業にももうちょっとこうね、あの手掛けようというふうにこうなってるじゃないですか。そうですね、実際に、はい、個人的に。だからまあそこら辺ではもう教育に関してはもうちょっとしたもう知識人ですか。いやいや、勘弁してください、もう本当に。いや本当に本当に、キャラがぶっ壊れますんで。ね、語彙力高めでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後にリモートでのご出演になります、はい、ブルーマリンパートナーズ代表取締役の山口洋平さんです。よろしくお願いします。意外とリモート久々で。そうですね、ね、久々ですね。これはどこ、なんか京都です。あ、京都なんですね。ご出張ですね。あ、東京大学の方は京都に出張とかあるんですね。京都大学。はい、あんまりこう場所を選ばずに移動してますね。移動してます、はい、ホームレスみたいなもんです。あ、そうですか。大子さん怒っちゃいますよ、そんなこと言ったら、ね、山口さんの専門領域はこう天才性の発掘だそうで、今の子供は強みよりも天才性を見つけろというふうに記事を書いてたと思うんですけども、天才性ですか今は。そうですね、まあ、強みとか個性とかではなくて、もう天才性っていう、もうその人個人独自が持っている、あのその人の自然な生き方っていうところ、そこにもう基づいて生きていくのがまあ一番幸せだよっていう話です。あ、他から特に秀でたところではなく、その人がもともと持っている才能の部分の尖っている部分を探していこうという。うん、そうですね、才能というよりもあの、まあ、天才ってまあジーニアスって言いますけども、はい、ジーニアスってまあ元々ラテン語でこう冷静っていうんですか、ね、スピリットという言葉がある。まあ、その人の自然な振る舞いっていうところから来てるんですよ。へえ、そうなんですね、はい、確かに天才って、まあ、自分のこと天才って思ってないですもんね。そうですね、はい、後ほどぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日の議題といたしまして、まず前半では、はい、これから伸ばすべき子どもの能力は何か、そして後半では親の教育意識をどうアップデートすべきかについて議論していきたいというふうに思います。はい、はい、ではまずはじめにこれから伸ばすべき子どもの能力について皆さんのお考えを見ていきたいと思います。お手元のフリップをお上げください。どうぞ。ね、まあ、端的には難しいと思うんですけど ね、皆さん悩まれてました。はい、はい、では読んでいきます。まず川端さんは、はい、意思決定力、うん、田中さんは思考体力、はい、松本さんは問題児力、うん、鶴野さんは
天性、うん、はい、最後山口さんは、はい、好奇心と洞察力、知識より意識を磨け、人間以前に生き物だということを忘れるな、うん、だとすいません、いいなるほど。でもすごく興味があります。山口さんからじゃまず行ってみましょうか、うん、はい、山口さんお願いします。はい、そうですね、まあ、知識、まずそもそも知識の時代は終わったと思うんですよね、うん、はい、なのでいろいろその STEM 教育だとかやってますけども全部無駄だと思います、はい、うん、知識ではなくて、まあ、意識というところですね。意識っていうのは、まあ、知覚する能力なんですけど、うん、なるほど、はい、まあ、そもそもとかもう分かってると思うんですけども、知識ってこうどんどんこう劣化しますし、はい、そもそも学校で教えてることって発見されたものの100年後のことなんですよね、うんうんうん、まあ、例えばさ、ニュートンがこうまあ、リンゴが落ちましたって発見してから、はい、産業革命っていうのが50年後に起こって、うんうん、それでこう、まあ、物理の教科書になるまでに100年かかってるんですよ、はい、で、まあ、今こう量子力学が分かっているのが、まあ、中心になってますけど、うん、それでこう、まあ、ウェルビーイングとかね、やってる わけですよね。でもそれがこう教育の環境に起こってくるまで100年かかるんですよ。だから、まあ、全部教育っていう知識っていうのは全部時代遅れなので、うん、一切学ぶ必要はないと。むしろそうじゃなくて、その意識が過敏で、うん、ちゃんとこう感じる力とか、うん、人のことを、まあ、自然を感じるとか、うん、人を思うとか、それからまあ考える、考えるって意識を動かす行為なので、うん、あとは社会を観察するっていう、うん、ただ意識を解像度高く動かせる人の方がいい。なるほど、うん、まさに松本さんもね、はい、触覚を研究されていらっしゃいますもんね。はい、そうです、うん、触覚というより触覚を媒介としてコミュニケーションをいかに取れるかっていうところなんですけど、うん、私今山口さんの話聞いてて、すごい山口さん好きだなと思ってすごいうなずいていらっしゃいましたね。そうですね、はい、なんか人聞きしたただの知識とかそれとか技術って、それを使えなかったら意味ないじゃないですか、うん、お箸持っててもお箸の持ち方分かんなかったら一生お箸使えないままだし、うん、だからその意識を磨けっていうのはすごい分かるなと思いました、うん、はい、そんな中で問題児力そうなんでしょうか、うん、はい、そうですね、なんか規定のルールに従ってるだけだったら新しいものって生まれないと思ってて、うんうんうん、だからこそ問題児力だと思ってます。でも全員が問題児になったらもうそれはもう優等生じゃない、問題児が。そうですね、なんか私が思うのは、ね、私もともと問題児で悪い方向に問題児だったんですよ、うん、すごい人に迷惑しかかけない、うん、でもなんか思ったのが、まあ、歯車って待ってるじゃないですか、うん、でそこで問題児っていうのが、まあ、例えば棒だったりして、うん、もう歯車の流れを止めてしまうんですよ、うん、でその歯車の流れを止める棒が逆に動いたら歯車の流れを動かすことができるじゃないですか、うん、歯車の流れを変えるのって歯車自身じゃ無理なんですよ、うん、じゃあ問題児は悪い方向に動くんじゃなくていい方向に動いたら世界変わるんじゃないかと思って、それで私いい方向に問題児になろうと思って変わったんですよ。だから全ての人が問題児になれではなくて、問題児はもう少しなんか自分の行きやすいフィールドに行って自分の才能をなんだろう開花することができるんじゃないかって。なるほど、はい、もう問題児の前提が違うんですね。そうですね、そういうことですね。そうですね、問題を起こすっていうものではなく、言ってみれば世に言われる問題児の力を手に入れよう。そうですね、なるほ ど,、ね、なるほど、うん、鶴野さんの天性っていうのも近しいような意見ですかね。そうです、まあ、ちょっとおこがましいですけど僕なんかはまあ、でも先ほどなんか山口さんがおっしゃってた天才っていう言葉あると思うんですけど、なんかそんな感じなんですけど、うん、まあ、実際は僕は5人の子供を育ててて、はい、すごい思うんですけど、まあ、僕と妻の子供なんですけど、みんな個性があるんですよ、5人とも、まあ、ちなみにまあ18歳から5歳まで取り揃えてますけど、みんなそれぞれの、ね、クーピーじゃないんだから、ね、まあ、本当それぞれみんな個性があって、5人いてもうち2人でも全然違いますから。そうですね、5人全部違うんですね。みんな違うんですよ、本当向き不向き、得意不得意あって、もうこれが一緒にいてもすごく不思議で、だからそこにまあ今18歳の息子は今カナダに行って、で、次女もカナダに行っちゃったんですけど、まあ、結局なんかなんていうかな、その子供たちの、まあ、問題児力もそうなんですけど、やっぱ高校を辞めてそっちの方に行きたいって言ったので、まあ、そこはやっぱ親としてもやっぱ今までの彼の人生を見ていて、まあ、こっちの方が絶対向いてるなって思えたから、まあ、こっちもパッと出せたわけで、やっぱその環境をいかにこう一人一人の天性に合わせて作ってていくかっていうのがすごい大事だなっていうのを最近めちゃくちゃ思うんですよね。まあ、5歳の子がいるんですけど、まあ、4人の子供育った後に6年後に5歳の子が来たんで、今それの復習みたいなことやってるんですよ。でなんかまあある意味ちょっと実験じゃないんですけど、まあ今までまあ上の子たちでできなかったことをこの子どういうふうにやっていこうかなと思ってもうじーっと見てるんですけど、やっぱりすごく
あの親がその子どもたちの天性に向かって観察するっていうことも大切さみたいなことにものすごく感じる今のですよね。つまり言うところの見守るってやつですよね。見守る、見て守る、なんか守ってばっかじゃないですか、はい、まず見てないですよね、で見ないと天性は分かんないですよね。そうなんです。だから親の気と仕事はまず見ることなんですよね、うん、思います。天性を与えるよりもまず見る、見れば別に与えようとって与えようがないですからね、才能なんて。そうですね、だからまあうちの次女なんかも中学校2年でもカナダ行っちゃったんで、はまあ、中1の時にもう本当に学校の中でいろいろ悩んでて、まあ、それを親に言ってくれるとかすごいいいことだと思ったし、でも本当に学校辞める、カナダに行くって言った瞬間にもう全く同じ髪の毛真っピンクになってでも本当にもう羽生えた、もう人は海外行くとピンクになるんですよ、ね、なんか水を得た魚のように。でその時の顔がものすごい元気してたんですよ。で親もすごい嬉しかったし、もう行ってこいっつってもうバーンって行かせたらば向こうでもう開花して伸び伸びやってる姿を見たんで、あやっぱりもうこういう子供たちの天性というか、そういったものを親はしっかりこう見る、見つけて伸ばしてあげる、これが大切だよなっていうことを感じましたね。鶴野さんのおっしゃったその子供が決める、自分で決めたっていうことが大事っていうことだと思うんですけれども、うん、この浜田さんのこの意思決定力もなんかすごい鶴野さんのエピソードと近いですよね。意思決定力、これは重要ですね、うん、あの本当にいろいろ思考力とか、うん、あの集中力とかいろいろ考えたんですけども、やっぱり今からそのどうしても答えがあるところに求めがちというか、うん、子供たちがですね、で大人になってもそのチャレンジできない、その指示を待って、その仕事をこうしていけばいいっていう形に流れていく傾向にあるので、最終的にはあの自身もでそれを決めていく、まあ、例えばアメリカに行くんだとか、こういうふうにやるんだっていう決定力を持っていかないと今から大変なんじゃないかなっていう中で、今それを自信を持ってこうできるようにいろんな経験を小さい時からあの行っていけるようにですね、いろんなところに興味を持ってチャレンジして失敗をして、で繰り返し繰り返しやっていくことによってこの力を身につけてほしいなというところで意思決定力というふうにさせていただきました。決定力の中にはいろんな言葉が包括してますね、はい、これは経験もそうだし知識もなきゃいけないし、うん、そうですね、信頼もなきゃいけないし、はい、言語力も必要、はい、全部決定力ですもんね、はい、確かにこれがでも失われたらいいんですけどね。そうですね、これが一番難しいですよね。難しいですね、はい、決定するっていうのは、はい、これができたら素晴らしい。僕まだできないですからね。いやミートソースとね、ボンあのもう、ま、ミートソースとね、あのなんかナポリタンとか一生決まんないですからね。それは大人でもありますよ ね意思決定。その中でも不思議な言葉、うん、思考体力という、はい、思考体力、大きく一言で言っちゃうとなぜなんですけど、なぜこうなのかっていうことを掘り続けられる体力、思考体力で、大きく2つで、自分というものに対して掘り下げられる、なぜ自分はこう感じたのだろう、なぜ自分はこう考えるのだろうっていう自分に対しての掘り下げ力と、あともう一つは社会、例えばなぜこのプラスチックペットボトルはプラスチックのゴミに捨てなきゃいけないんだろうとか、そのなぜ世の中はこうなってるのだろうとかっていう、まあ一言で言えばなぜを内にも外にもし続けられる力で、私はその親という立場になることが決まった時に、つまりその妊娠した時にメダリストっていうことによる自分のプライドとかエゴとかって一番邪魔だなって思っていて、どうやったら自分の成功体験をいかに子供に伝えないようにするか、なぜなら私の成功だっただけで、自分のやりたい成功だっただけで、そうするとその本人の成功を見つけなきゃいけない。でもその私小学校の時にすごく悩んでたのが、人間というものはまあ、究極のなぜなんですけど、はい、人間って必ず死ぬことが分かってるのに、はい、なんで生きなきゃいけないんだろうって思っていたことがあって、だからそのなぜをやはり、まあ、毎日解決していかなきゃいけない、うん、絶対死ぬのに、でもしかするとそれが明日死ぬかもしれないのに、同じことをもうそれすごい思いますですよね。僕は哲学に最終的に言ってます。そうですよね。それしかない。なんで今日こんなに頑張んなきゃいけないんだろうって、でもその解決の日々がやっぱり選手生活でもあったので、はい、あのそのなぜってやっぱり答えがないから、うん、そうですね、なので、はい、そういうこうなぜの思考体力を親が一緒に考えられればいいなって思ってます、うん、あ、そうですね、うん、これまたなぜって言われても何も関係ないよって、僕は子供の時は結構先生に言われましたもんね、うん、授業中に質問すると、いや今それ受験あの関係ないから、ね、もういいからって言われた瞬間、今ネットがあるじゃないですか、昔できないからもうしょうがない、はい、図書館に行くしかないんですよね、そうやってこう一度こうなんですかね、
多分私も地方出身だから分かるんですけど、うん、地方特に同調圧力もあって、うん、なぜって考える以前に、うん、みんなこうだからこうって当たり前っていうのがあると思うんですけど、松本さんってその辺をどうこう乗り越えていったんですか？そうですね、本当にそのなぜって言った時の周りからの圧力が私苦しくて仕方がなくて、で結局アメリカに行こうって思った最初の理由もそれで、質問することが良しとされる環境がアメリカだったんですよ。徳島もやっぱり そうですね、やっぱりなんかなんでこれなんですか、いやこれはこうだからこう、ね、だからこういう定理があるからこうなんだよっていう、なんかそのなんだろう、問題とかその学問的なことだけじゃなくて日常生活の中でも言われちゃうんですよ。なんでこの椅子って折れるんですかみたいなこと言っても何を言ってるんだこの子はって終わっちゃうんで、そのなぜっていうのに向き合える人がもっと増えていったら、もっともっとすごい問題児が増えると思います。いい意味で、いい意味でね、はい、授業の邪魔って言われますもんね。そうですね、私指導されました、ね、うん、だから僕もあの通信部にかかりました。無駄な質問が多いですって、うん、ね、うん、それはまあ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 別にいいんですけどね、はもうとっくり死んだからいいんですけど。ね、でこれなぜっていうのは多分 AI さん、まあ、Google さんが答えてくれると思うし、うん、なんかそのテクノロジーとかこう AI が台頭する時代だからこそ必要なまあ能力とかスキルって派閥さん何かあったりしますか？よく言われます、うん、よくそう、ね、AI が出てきた場合人間は何をすればいいのか。さあ山口さん的には聞いてみたいです、うん、はい、AI に対してですか？ AI が出てきた、テクノロジーに通して子供には何が必要なのかっていう、まあ、ちょっと大きな質問ですけど、そうですね、まあ、AI は基本的に計算をしますが、あの人間はその考えるという全く違うですね。だから AI はまあ意識は使えないということなんですよね。意識が使えるのは人間だけだということなので、あんまり気にしなくていいんじゃないかなというふうに思ってます。で AI と戦うものではないというか、あの戦うというよりは、まあ、仲良くやっていこうよというふうな話かなと思います、うん、ただ一個言えるならば、そう一つ言えることは AI がまあ使って、まあ、計算してくるものの上の方にいるか、世界にこういるか、それとも AI に使われる側にいるかってですね、はい、そこは気をつくのが良くて、だから AI 計算能力高いので、まあ、それをこうやっとけよっていう労働者としてこう生きていく人たちになるか、子供がね、それともそのまあ、AI っていうのはその結局あの膨大な関数と変数をまあ処理するということによって最適なものを出しましょうって言ってるんですけども、次元は超えてこないんですよ。でも我々はこう意識は次元を超えられるので、例えばその人間とチンパンジー分けてるの、人間の唯一の取り、まあ、あの存在っていうのは、結局その意識を持ってる概念っていう、概念っていう概念を持ってることなんですよ。あ、それ人間しか持てないですもんね、うん、持てないです、はい、もうチンパンジーと人間の差って1万分の6ですけども、うん、あの何が違うかっていうと、その例えばお金という概念を持ってるんですよね、うん、チンパンジーはお金使わないんですよ、うん、でも僕はお金に価値があるとか、うん、倫理に価値があるとか、さっき同調圧力の話があったんですけども、同調圧力っていうふうな社会性にか、うん、社会性というものを認知してるわけですね、はい、いや、これできないんですよ、基本的には、うん、概念を持っているのが人間 で、うん、でその概念の世界っていうのはその3次元ではないので、うんうん、で AI はまあ2次元を超えてきっと3次元も支配すると思うんですよ、うん、あの物理的な空間全部はね、うん、でも4次元まで入ってこないんで、はい、でも人間の意識っていうのはまあ4次元以上、例えば時間っていう概念を考えて、いや、この話大好きや、あれ大好き、ね、イデア論争、イデア論争問題はない、ね、なおさらその知識っていうのはどこの側面にあるかっていうと、所詮やっぱ2次元3次元にあるんですよ、はい、うん、なので、まあ、時間の制約の中にしかあるから、うん、まあ、あまり知識っていうのは役に立たないよっていう話です、うん、あ、だからもうそれはそうですね、将棋、あ、そうですね、もう M&A で数千万稼げた情報が今やウィキペディアで全部見えるわけですから、うん、そうですよね、はい、10年前の知識はただになっちゃう、うんうん、せい川端さんにもお聞きしたいですね。川端さんはどう思われますか？うん、そうですね、今おっしゃられたように、うん、その使う側にもあるのか使われるのかっていうのはすごくポイントだなと思ってまして、うんうん、まあ、たくさん情報がある中で、どういうふうな方向でそういったことをやりたいと思うのかとか、今なぜっていうところに対してその疑問によってこの AI を使ってどうしていこうかっていう使う側に回れるのかっていうのがすごくポイントだと思うので、やっぱりその僕は失敗をたくさんすることかなというふうには最終的には思っていて、その経験をぜひあの環境を作って、まあ、後ほどのテーマになってくると思うんですけど、あの保護者の方にはそういうチャレンジをしていってもらいたいなと。僕ら子どもの時なんで40年ぐらい前なんで、はいはい、今って学校とかではあったじゃないですか、あの 6.0 足すなんとか0は 9.0 って書いてあるバツみたいな、うん、あの9って書きなさいみたいな、うん、ああいうのはもう今あんまないんですかね、学校の授業とかでは。全然あると思います。全然ある、はい、あるんだ。
ね、なんか逆に書いちゃいけないとか。あのなんか例えば他に英語のテストとかでもなんか日本語の文章が書いてあってそれをまあ英訳するんですよ。でまあ教科書に書いてある文章なんですよそれが、うん、で私がその場で自分の中で意訳してそれで英文書いたら教科書の文章と違うからっていう理由で罰になったりとかします。ね、喧嘩してました。そうだよね。そこで喧嘩するのも大事だし、先生がするとそれを罰にするっていうその人は教育を受けてきたし、難しいところですよね。だからそこが、だから自分の中で、これでいいんだと決めれる決定先だ決定をするんですね。はい、先生が罰と言っても、うん、でも自分は丸っていうふうに思えればいい。うんうんうん、なるほどね。それは先生がこう頭ごなしに、ね、言うのはダメですよね。もう従順な子を育てる、もちろん大事だけどそうじゃなくて、うん、ちゃんとロジカルに考えられて、うん、理由を述べられるっていうこの、あえてかと思っても先生一人で40人無理だから、あの、うん、今の生徒に問題があるって気もしないでもないんですよ。一人で家庭のことまで見て部活もやってなんていうこともなかなか難しくて、うんうんうん、応募と学校に無理があるのって俺ずっと思ってたんでね。僕らの時55人いましたからね、一クラス。そうですよ ね、うん、あの第二次ベビーブームで、で10組ありましたから、うん、もう無理なんですよ、うん、先生もう毎日酔っ払ってましたから、もうなんか、ね、うん、だけど学校の話でいうとこの協調性っていうのも、はい、まあ、今どうなんだろうって見直されてるじゃないですか、ね、でも まさに分岐点。そう、でも個人主義でもどうだろうっていう、個人主義か協調性かってこれからこうどっちを伸ばしていくべきなんですかね。これは田中さん、田中さんいかがですか。どちらかとも言えなくてもいいです。あの、あ、どれくらいの感じでバランスでもいいです、うん、なぜならどっちもですよね。個人でいればいるほど協調の大切さを知れるし、素晴らしい、協調しようと思うことの好材両方を感じることによって個人だから、うん、はあ、そうね、あ、今言いながら全然答え出てないんですけど、でも要するに、なるほどね、両方が相関しますよね、うん、個人、まあ、例えばじゃあスポーツで唱えたら、スポーツで例えると、はい、例えば自分だったらそのアーティスティックスイミング、シンクロナイズスイミングをやってたので、それってソロとデュエットとチームっていう種目があるわけです、うん、でこれ全部我々やらせてもらえるんですね、うん、そうするとソロを極めれば極めるほどチームの良さが分かるし、チームを極めれば極めるほどやっぱりソロってこれがいいよねって、だから両方を経験することがそれは大事ですよね、うん、そうじゃないとやっぱり社会って協調だから、協調の中でこう浮き立たせる、はい、さっきの話じゃないですけど、うん、やっぱりレバレッジポイントですものね、うん、それになるためにはそれはどの自分の子を生かせるかっていうのは協調の中でしか発想できないでしょうし、うん、あ、多分両方経験って言っちゃうな、やっぱり、うん、両方ですかね、両、うん、いや、弊害もあるでしょうけどね、うん、はい、ごめんなさい、山口さん、うん、あ、そもそも教育っていう言葉がその教と育でできていますよね、うん、教っていうのはまあ教えるっていう、その社会秩序を教えるっていう意味で、育っていうのはそのエデュケーションっていうか個性を引き出すっていう、もともとエデュケーションってラテン語で言うとエデュケーション、あの個人のその能力を引き出すっていう、そもそもの意味があって、教と育はミックスしているので、どっちもこう正解というか、だから社会秩序を教えるってことも価値があるし、で個人の能力を引き出すっていうのも価値があって、そこのそのアンビバレンスっていうんですかね、2つをどうやってこう有機化させるかっていうことがまあテーマなんだと思います。でも人間ってやっぱり本質的にその個人的存在であると同時に社会的存在でありますよね、うん、はい、例えばその芸能人が不倫したらなんでいけないのって言ったら、それは社会というものがあって、その社会の秩序に対してこうただ乗りすること、フリーライダーっていうんですけども、みんながこう守っている結構大変なインフラなんですよ、うん、それをこうモラルをこうフリーライドするからいけないってことになっちゃうんですよね、うん、倫理、あの、そう、倫理とか結構そういうのは難しい、うん、あの概念で、それがリパタリアンっていうんですけど、まあ、個人主義になってくると、いや、それは個人の問題じゃない、不倫なんてっていうふうな話になっちゃうんですよ、うん、でそれはちょっと欠けてるんですよね、人間性として欠けてるっていう感じだし、バランスが確かに難しいですよね、うん、はい、鶴瓶さん難しいと思うんですけど、はい、もうどっちか子供に教える、どっちか育んでもらうとしたら、ちょっとね、芸能人難しいんですよね、うん、経験でちょっとね、僕の経験だと、うん、あの吹奏楽部だったんですよ僕、あ、で、あの皆さんそれぞれ楽器があるじゃないですか、はいはい、でやっぱりみんなで演奏するんですよね、うんうん、でやっぱりあの吹奏楽で養ったやっぱり協調性っていうのは僕すごく今役立ってるなと思っていて、うんうんうん、まあ、もちろんあのソロでトランペットを吹くっていうこともソロでも楽しめますし、うん、そのコンクールの中での、みんなでの、集団の中でのトランペットの役割みたいなのもやっぱりそこで感じることができたので、うんうん、やっぱりそういう、やっぱり先ほどねおっしゃってましたけど、やっぱり両方
大切なんだろうなってことはなんか自分の人生で両方大切ってことはどういうふうに接すればいいんですかね、あの思うんですけど、これだからちょっと難しいなと思うのはこの協調性と個人主義のちょうど真ん中ら辺の議題ってたまに出るじゃないですか、難しい、そういう時にとてもってことは僕時代とコミュニティとカントリーと、なんかいろんなものを混ぜてこっちもちょっと勉強していかないと、明日と昨日で違ってくるというか、今日オリンピックの悪口言うのと先週は悪口言うと違うじゃないですか、なんかそこら辺かなっていうすごい、ここすごい難しいなっていう、協調性と同調は全然違いますよね、協調っていうのは要するにこんな意見いろいろいろんな人の意見があって、じゃあどうするっていう時の協調であって、こう考えなきゃいけないよは同調だから、それは意味ないですよね、全然クリエイティブじゃなくなっちゃう、だからいろんな個の意見があっての協調性ですよね、同調圧力はひょっとしたら個人主義かもしれないですね、もう自分の意見に従えという個人主義、良くない方の、どうでしょうね、あれ共通性ないですね、確かにその中でこの問題自力とこの協調性、多様性の意識をすると協調性ってそこら辺どうしたね、両立しますか、どうやって両立されてたんですか、なんか私もともと個人主義でなんか自分一人ですごいなんかインパクトが与えられると思ってたんですよ、それでずっとやってきて、そしたら自分一人だけだったら周り何も変わらないってことに気づいて、じゃあみんな巻き込んだ方が一気に大きなインパクト残せるじゃないかっていうのを気づいてしまって、そこから私すごい協調性大事にするようになって、本当に最初一匹狼のただの問題児だったんですけど、でもだんだんそんな私でも協力してくれる仲間ができてきて、それでその仲間と力を合わせたら本当に去年とか高校生だけで高校生向けの研究プログラムを作って最後国際会議で発表したんですよ、で高校生だけで力を合わせたらこんなことできるんだねって言って、なんか最後私最初個人主義でいいって思って経験いろいろした後に協調性が一番大事だなってたどり着きました、なので一回追っぱなしてみた方がいい、一回ねガンって振ってみるとあっちいいなって思ったりね、そうです、一番まず海外に行ったら日本の良さが分かるじゃないけど、そうですね、そこでね一回振ってみたんだ、でも行ってる最中はもう関係ねえと協調なんて、もう個人で行こうっつって、そこからどうやって戻ってきたんですか、なんで戻ってこれたんですか、なんだろう、多分私学校の中で協調性育むことがすっごい苦手だったんですよ、学校の子たちとあんまりなんか相入れなかったというか、でそこで高校2年生の時にすごい個人主義でもう自分の好きな分野を掘れたらいいやっていうことで、理系の研究プログラムとかいろいろ参加して、でそこでいろいろ自分となんだろう波長の合うこと出会ったんですよ、でまたその出会った子と出会った子を私がくっつけてみたいな感じで外でコミュニティができて、そこで協調性が養われたっていう、だから多分今までのコミュニティで協調性が養えなかっただけで別のコミュニティに移したら協調性が養えたっていうパターンですね、私は、まさに鶴野さんがおっしゃった環境、子供の天才にあった環境を与えたらもう輝くっていうことに、ね、多分そういうことなんでしょうね、でもすごいですね、なんかやっぱこう、ね、そこに気づいたっていうねえことが、ただその鶴野さんにお聞きしたいのが、目標意識とかってやっぱりアメリカ大学に行くぞとかっていうふうにあった方がいいって言われてる中で、この目標とか目的意識をこう持ってもらう、まあ、カナダに留学行きたいとかそういうふうな目的意識を持ってもらうにはどうすればいいんですかね、どうなんすかね、どうして持ったんですか、お子さんたちはカナダに行きたいっていうその目標を持った、まあ単純に多分その日本の勉強が苦手だとかちょっと違う世界を見てみたいとか、あとはまあ僕は昔から子供たちと一緒にこう自然の中で遊ばせて山登ったりとかあちこち行ってたんで、なんかもうちょっと大自然見てみたいみたいな感じで、まあ息子なんかはそんな感じで思って、かなり大自然ですけどね、伸び伸び本当に向こうでやってますけどね、まあお金の時しか連絡来ないしなるほどね、東京だしね、東京だとまずちょっとね、そうですね、まあでも目標ってどう難しいですね、まあ、息子も今そうやって今目標見つけようと思って頑張ってる最中なので、ね、まあ、なきゃなくても別にいいんですけど、目標があった方が勉強の効率上がりますよね、きっと、まあ、だから見つけていってる最中だと思うんですけどね、まだね、若い、ね、そうでしょうね、目標決めていくっていうのも教育には相当大事です、ね、大事ですね、もう大事です、はい、きっとトライアンドエラーのエラー部分に来て目標がまた見つかってくるとか今あるんでしょうね、いやなんか今日は山口さんの哲学から始まり、なんかもういやそうですね、いやいい、やっぱ教育って最終的にやっぱここに来ますよね、いわゆる意識、概念し、そうですね、なんかその生物とかってなりますよね、これすごく子供に関して言うならばもう個人主義でやってほしいと思います、子供は個人主義、先ほどのそうアンさんおっしゃってましたけども、本当に自分で変だって言われて迫害されて、でも親は愛情と栄養を与えてあげて、その中でその、どうしてもダメな時に環境を変えるとか自分を変えていって、環境を合わせていくっていう方が正しいと思います。
だから最初は個人主義で。子供は個人主義で言ってほしい、うんうん。ただ大人になったらやめてくれって。そうですね。それはパッと変えれる。そうですね、はい、かけた思考体力もあってもいいか、うん、後半でそのことを話していきたいというふうに思います、はいはい、続いてはアップデートボックスのコーナーに参ります。さあここからはアップデートボックスのコーナーです。このコーナーでは新製品やおすすめのサービスを紹介していきます。今回はゲストの学研ホールディングス経営戦略室の田中舞子さんに学研教室ゼロイチにプティパについてご紹介いただきます。田中さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、早速ですがこちら学研教室のゼロイチにプティパとは何でしょうか。はい、学研教室ゼロイチにプティパとは0、1、2歳の子どもたちと保護者の方を対象にした親子参加型の教室なんです。でもこの0歳から2歳ってまだ子どもですよね。こちらどんな学びができるんですか。はい、実は0、1、2歳の子どもたちも生活や遊びの中でいろんな体験をしながら学んでいるんです。プティパでは経験豊かな指導者や年齢の近いお子さんたちとも接することでより豊かな体験を重ねることができます。それから絵本の選び方や子どもとの接し方を発達段階に合わせることも大切です。プティパでは学研の豊富なコンテンツと研鑽を積んだ指導者のアドバイスでお子様の成長に合わせて学びをサポートすることができます。ということはこの子どもの学びだけではなく子育てのサポートにもつながりますよね。はい、その通りなんです。特に近年は少子高化、核家族化の影響で子育てに孤軍奮闘しながら不安を抱える保護者の方もとっても増えています。そんな状況を変えるためにも子どもの発達を第一に考えて保護者の子育てもサポートしようという思いで立ち上げたのがこのプティパでした。そうなんですね。確かに保護者にとっては子どもとこう安心して活動できるっていう場所やサポートが必須ですもんね。でもこの0、1にプティパではこう具体的にどういった活動が行われているんですか。はい、主に絵本の読み聞かせ、それから手を動かすワーク、そして教育や子育てのアドバイスの3つです。例えばハサミやノリ、クレヨンなどお家で初めてをするにはちょっと不安だなといったことや絵本の読み聞かせのコツなど子どもだけでなく保護者の皆さんの子育ての学びもできるんです。あ、じゃあ家庭で活かせる教室活動になってるんですね。はい、ちなみに費用っていくらぐらいなんですか。月に1回45分ぐらいのグループ活動で費用は550円税込みになります。550円で先生と一緒にこの活動ができるんですか。はい、しかも年会費入会金不要で教材費もすべて込みの価格なんです。ぜひ一度気軽に参加してみていただけたらと思います。もうコスパ最高ですね、はい、いやもうぜひ0歳から2歳のお子さんがいらっしゃる方は一度検索してみてください。田中さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、では議論後半戦も楽しみください。550円は嘘すぎませんか。550円ってこれもだからやっぱりもうサポート的な。そうですね、あの地域のコミュニティ広場という理念がありまして、先ほどもありましたけども、やはりあの子育てに不安を持っている保護者の方が非常に多くなってきましたの で、ね、たくさんの子どもたちを地域で見ている学研教室の先生が、そういったサポートをしていきつつ、何かこう学習面で困ったことがあったり、何か習い事したいなってなった時に3歳からこう学研教室で勉強してもらえるような、まあ、そのスタートラインのサポートと位置づけであの地域のコミュニティを作っていきたいと。確かにあの勘違いしちゃうのは0歳から教育、あ、なんか東京の受験の、うんうん、あの地獄に入っていくんだみたいな感覚になっちゃうんですけど、いざ子供を育ってみると子供って、遊びとして字を知りたいんですよね、うん、遊びとして絵を描きたいんですよね、うん、パパこれなんて書いてあるの読んでって漢字を指さすんですよね、うん、でそこでクマって読む、あ、クマってこれなんだっていう、うん、だその部分と、あとは僕らヘトヘトなんで、うん、ちょっと預けられるっていうのはすごくいいんですよ、うん、そうですね、そう場所があるっていうだけで保育園もすぐコロナで止まっちゃうし、あ、そうですよね、だからそういう意味でいろんな場所を持っとかないと、うん、こっちが参っちゃいます。なんかもう安全地帯というかセーフティーネットを持ってると親としてもすごい、学研というビッグネームがあるんでね、そうですね、安心感もある、うん、なるほどね、安心ありますね、うん、はい、ではここからは後半に参りたいと思います、はいはい、前半ではこれから伸ばすべき子どもの能力について議論してきましたが、後半では親の教育意識をどうアップデートすべきかについて
皆さんかなり悩まれて書かれてましたが議論していきたいというふうに思います。難しいよね。難しいですね、はいはい、ではフリップをお上げください。どうぞ。いいね、はい、読み上げていきます、はい、まず川端さんは結果だけではなく過程を大事に、うん、はい、田中さんは安全基地セキュアベー ス, セキュアベース、はい、松本さんは教育意識などいらん、ふざけんな奥井と鶴野さんは心配より信頼。なるほど、はい、最後山口さんは教育内容は100年遅れ、親は教育の素人と自覚せよ。おいいですね、いいですね、はい、響きますね山口さん、はい、はい、じゃあちょっとまずはじゃあ最初行きましょうか、鶴野さん行きましょうか、はい、心配より信頼、なんかちょっとざっくりしてて申し訳ないんですけど、ね、もうこれに尽きるかなと僕思ってて、うん、もう本当に、まあ、子どもたちに教えるっていうのがもうちょっとおこがましいっていうか、うん、毎日僕なんかもう本当子どもたちから教えてもらえることばっかりなんで、うん、もう本当になんかこう子どもたちをいかに、まあ、心配せずに、まあ、信頼していくか、まあ、うん、自分も息子とか娘を海外に出すっていうのはまあ本当にすごい心配じゃないですか。最初はもう本当に心配でしたし、はい、それこそ長男なんかにはもう申し訳ないなと、僕も経験値ゼロですから、やっぱり最初出す時なんかは親のもうね、あのレベル1で出してますんで、うん、まあ、本当心配ではあったんですけど、やっぱ出してみるともう子どもたちも向こうでのみのみ本当にもうベラベラで三角語ぐらい喋っちゃって、もう本当にこっちで全然勉強できなかったのに、へ、そんなもう姿見ちゃうともう僕らの頭の中で想像してる、あ、この息子はこんな風になるんだななんていうことからもう完全に線路抜け出して、もう自分で勝手に汽車走らせてますんで、そこにいかに親としてやっぱりこう汽車をパッと押してあげられるかどうか、うん、まあ、あなたの人生なんだからあなたで決めなさいねってこうはっきり言ってあげられることの、この大切さって僕最近すごいあって、まあ僕のその経験、人生経験の中で中学校3年生ぐらいの時にうちの父親にあの10徳ナイフを誕生日プレゼントもらったことがあったんですよ。ナイフって危ないじゃないですか本来、しかもそういったなんかちょっとね危ない時期の反抗期ぐらいの、でもその時に僕ものすごい嬉しかったんですよ。なんか親から信頼されたっていう、こう何とも言えないこの、あ、もう絶対悪いことできないって、あの危険なことしない、しちゃダメだよって言われたわけじゃなくて、うん、その思春期の僕にナイフを渡してくれたっていう親父のなんか70年代のアメリカみたいですねコンバットナイフをくれるみたいな。でも本来危ないじゃないですか。じゃあこれをなんかどういう風にして使おうかなってその時になんかこう思えたし、 あの時のなんかこう信頼してくれた時の思いっていうのはねものすごい強いんですよ。逆に信頼される方が裏切れないですもん ね、 そうなんですよ。確かにね、その時の経験ってすごい親子関係構築できますよね、なるほど ね、 心配より信頼これかなと僕はなんか、まあ、漠然と思ってるんですけどね、大人へのマネジメントにもねなんか使えそうです、ね、 使えますよね、これこっちもね、うん、やっぱ自信持ってこれができなきゃダメだと思うんですよ ね、 すねついていっちゃう、はい、田中さんはいかがでしょうか、ね、セキュアベース、はい、安全基地、はい、多分すごくあの似たことです、うん、あのセキュアベースというあの言葉が心理学にあります。特にこう経営者の皆さんがセキュアベースリーダーシップになるようにっていうような研修がよくあります、うん、安全基地という意味なんですけれど、うん、子どもに例えばこう子どもが人生を送っていく中で必ずこう、まあ、我々もそうでしたけどぶち当たるのが、うん、あ、これこそ現実だっていう時ありますよね。なんかこう、うん、ああ道が分かれていて人生のなんか選択を迫られたりとか、あ、ここは本当に自分の力だけで頑張んなきゃいけないなみたいな時にやっぱりぐっとこう挑戦しなきゃいけない時ってやっぱりありますよね。でその時に私たちそれは失敗したくないんですけど、挑戦しなきゃいけないっていう時に誰かどこか安全基地があると勇気を持って失敗ができるという理論の一つです、うん、親がこの安全基地でいてあげるっていうことは例えばそれこそ川端さんも重なるんですけど結果がどうであってもあープロセスどうだったの今日負けたけどでも負けるまでのプロセスってどんなだったとかっていうことを聞くのもセキュアベースの一つですし、あるがままって言葉はちょっと薄っぺらいかな。でも、まあ、その子自身をしっかり安全基地の中で見てあげるみたいなことが、あの親として大事で、そのために親こそが
安全基地はどこですかって自分の安全基地をちゃんと確保することだなって思ってます。子供の安全基地であり自分も安全基地を持っておく、はいはい、なぜかというと、ね、多分親ってやっぱり我々も失敗し続けなきゃいけないし、そうですね、あのこう例えばエリクソンのライフサイクル理論とかだったら、例えば我々は40代になっても50代になっても成長発達しなきゃいけないっていう理論があります、うんうん、それがやはり子育てにも影響するので、うん、自分たちが失敗し続けなきゃいけないから、そうするとやっぱり自分たちが安全基地が必要なので、それ誰ですかって、うん、自分がそうあるために自分にも持ってなきゃいけませんねって、うん、はい、長かったの？いや、この車が鳴ったということはちょっと鶴野さんの大人の事情で、裏かぶりで一旦帰りますいいし言わなくても裏かぶりとか、裏かぶりで今テレビもうすぐテレビ出てますんでね、鶴野さんファンはそのまま移動してください大人の事情で数分ご退席いただきます。5分の裏かぶり5分の裏かぶりです、勉強します、はい、もう同調圧力本当ですよネットでもあるんですね、個人的に裏かぶり ね、はい、バイバイじゃない帰ってくるんだから帰ってきます、バイバイじゃないんだから、はいね、川松さんもね、あの結果ではなく家庭というのはまさに近しいおっしゃってるの、田中さんがおっしゃってるの意見も近しいですね。どうしてもこう結果にその結果が出せた時に褒めてあげるとかいうところがどうしても多くなってきてしまっていて、その目標を立てたりして、でそれに対して向かって頑張っている姿を褒めていくことで、やっぱりやる気を引き出していくということがすごく大事なんですけども、うん、どうしても親の心配とか不安が子どもができないということにつながっていって、そのあたりの保護者の意識をもう少しそのゆとりを持つというか、まあ、先ほど信頼という部分をすごく共感できるんですけど、うん、子どもを信頼してあげて失敗をたくさんできるような、ちょっと失敗してももう次もう一回目標を立てて頑張ってほしいなっていうような、そういうこう、まあ、本当に安全基地であるところがすごく大事なんじゃないかなと、ここはよくあの保護者の方には、はい、あのお話をさせていただきます。どうしてもこう結果をすぐ求めてしまいがちなので、まあ、そんな簡単にできるわけではないというところをぜひゆとりを持ってほしいなというふうに特に思いますね。ゆとり、確かに子どもも大人もゆとりのセーフティネットが必要ですよ ね、はい、続きまして松本さんの、うん、もういらん、はい、教育意識などいらん、うん、あのもう本当に教育意識っていう言葉が嫌い で、うん、で理由としてはどんだけ親が教育に何だろう教育に意識をかけたとしても子供もやる気なかったら意味ないじゃないですか、豚に信じじゃないですか。かといって子供がすごくやる気があるのに親が阻害してしまうような環境ってなったら問題児は一生生まれないと思うんですよ。でそこで私は親が例えばゴーサインを出さなかったから、あの時に大会に出ることができなかったから今僕はここにいて何もできなかったみたいな、なんかそういうことがあってはならないと思っていて、親が協力的か協力的でないか否かに関わらず子どもが能力を発揮できるような環境をそもそも作り出さなければならないなという、なんか人類としてその責任は持たなきゃいけないなって思ってて、うん、あ、じゃあ教育機関が親なんか関係なく、そうですね、なんかどんな親であっても、うん、生まれる環境って選べないじゃないですか、うん、だから生まれた環境によって能力発揮できずに終わりましたって、ね、うん、ピカソが筆を持たずに死にましたでは良くないと思うんですよ、うん、だから私は教育意識ではなくて、なんだろう、外の人間としてきちんと責任を持って問題児を発掘する側でありたいと思ってます、うん、なるほどね。じゃあ親のそのなんか環境、生まれた環境で本人の可能性が縮まるとか、はい、そういう、 もう状況でもうあってならないっていう、なんかそうですね、もうなんか本人の能力が伸ばせない環境であってもならないし、逆に伸ばせる環境でもあってもならないなって思います。うん、伸ばせる環境でもならない、そうですね、うん、だって例えばなんか親がこれだったからこれができたんでしょうみたいな、そういう理論が通じている世の中がおかしいと思っていて、うん、例えば私がスタンフォードに受かった時に親はどれだけ金をかけたんだってすごいいっぱい書かれたんですよ、うんうん、金をかけなきゃスタンフォードに受からないのって私思ってしまって、うん、で結局受験期も同じことを思っていて、過去に何だろう名門大学に受かった人っていうのが大体親が出てくるんですよ、うん、親がこういう教育をしました、うん、じゃあ私はもう今の時点でそういう教育を受けてないからもう夢叶えることできないのってすごい絶望したんですよ、うん、だからそういうことで絶望する子を減らしたいなと思っていて、うん、でもいいんじゃないですかね、はい、さまざまな思考があって、だから、うん、まあ、僕も言ってみれば親関係ないことこの仕事してますからね、うん、お父さんは、船職人でお母さんは漁師で、そんなので全然親関係なく来てるんですけど、うん、まあ、だからこれが僕すごくその思考で始まってもいいと思うんですよ、うん、できっと話をしていくと松本さんはね5年後10年後またね違う思考に変わっていく気がするんですよそうね、ありたいです。こんだけすごいこの頭が回って回転して柔らかく持ってるんで、だから僕スタート地はどこでもいいかなと、うん、
結局最終的には世界平和ですよね話を言ってることは、うんうん、だからすごくいいのかなっていう、ね、SDGs 教育版芸術版だ、うんそうですね、もう5年後待って、うん、出てくださいいやまた来週ぐらいも来週出てください渡米してます松本さん渡米もうズームで全然できます、はい、山口さん行きましょうか山口さんも松本さんと似たようなご意見ですねこれもいいですね山口さん好きです、ね、先ほども言った100年遅れって言葉はビッときますよね、うん、確かにそうですよねそうですね、まあ、僕は小学校の1年生の時にもうあこれはちょっと遅れてるからやめようと思ってそこから勉強しなかったですけど、うんうん、そもそもその、まあ、教育内容は100年遅れだし、まあ、あんま役に立たないっていうのが多分分かってらっしゃると思うんですけども、うんまあ、アンさんとかに関してはあとはその、まあ、一般的に言ってその親は教育の素人ですよね、うん、であとその主観が入っちゃうし原体験が入っちゃうし思いも入っちゃうので偏見が入っちゃうんですよね、うんうん、なのでその習い事のほとんどは DV だし、うん、でうん、僕がその年間1000人ぐらいの、 その20歳の大学生のインターンシップをやってるんですよ、うん、という、うん、その会社をやってるんですけどもほとんどその HSP って言うんですけどもハイリーセンシティブパーソナリティって言うんですかねほとんどそのトラウマ持ってるんですよ、うん、のもう半分です本当に、はい、でそれはまあ親世代がまあ大変だったっていうことなんですよねそのまあ離婚だったりとか経済が伸びない時代のその親ですよね。で、その子供でなので、その親を見てるのですごくこう心にトゲを持ってるんですよ。だからそのトゲ抜きからまず始めなきゃいけないっていう問題があるんですよね。うんうんうん、あもう自分を探したりとかする前にまず剥がす子供を剥がすっていうことですかね。はいはい。もうまあ要するに自分に対するその固定観念とか自己嫌悪とか自分に対するその考え方がもうもうそもそもトラウマになってる、うん。うん。だから自分ってもっとフリーなんだよっていうふうに育った人っていうのは全然いない。逆に言うともう戦後も3世代目4世代目ですから、うんまあ、大金持ちと実はその底辺とものすごい格差が実は広がってるんですよ日本って、うん、シャバに言うとすごいよくわかるんですけども、うん、なのでもうハッピーな人は本当ハッピーですよ、うん、全然もうトラウマも何もない子もいるし、本当にもう自分が全くその評価できない自分で自分で評価できないって人もいる、うんまあ、そんな状況なんですよねなので、皆さんおっしゃるまさに僕もそう思っててそのまず安全でなきゃいけないというか子供にとってその安全なきゃいけないということで、まあ、愛情と栄養を与えなきゃいけない、うん、それがまあ親の役目かなというふうに思いますよね、うんうん、あと子供を育てるのは社会であって親じゃないということで、まあ、例えばドイツだったりするとそのまあ親が議決権3分の1持ってるんですよ教育に対して子供の、うんはい、で学校が3分の1も先生持ってますと、うんで3分の1がまあ近所のおじさんとかその PTA ですね持っていてで皆さん経験があると思うんですけども意外とその距離感がある第三者からのお前あれがいいぞみたいな親戚のおじさんがこう言ってくれたことが結構残ってまあキャリアをこう意思決定してるんじゃないかなというふうに思いますよね確かになんかまずこう親が教育できるっていう概念を捨ててなんかそうじゃなくてそうでもあるかもしれないけどそうじゃなくて環境とかまあコミュニティがまあ育てるっていうことをまず親が理解するのがまず大事っていうことまずね鶴野さんが言えない子に里ママが欲しいねバチバチに里ママがいや待てよと、ね、やっぱ親が育てられるなんてそんな贅沢な家だけですよ、うんうんうん、贅沢な家だったらいいんですよね遺伝子3分の1で、それから教育投資3分の1で、本人の努力3分の1なんで、はい、なので、そのまあ家にまあちゃんとした親がいて、まあ、結婚して、その子供生まれてで、ちゃんとした教育投資されるということですよね、うんで。あとは本人の努力3分の1なんで、まあ、もうしょうがないですよ、それは。だったら国家というか、コミュニティがちゃんとこう育ててあげるということが大事かなというふうに思います。で親は、さっき言った個人主義を子供がまあ貫いたとしたら、うん、もう変な子にみんななるわけですよね、はい、でも大丈夫大丈夫って言って、まあ、親だけがこうちゃんと抱きしめてあげるっていうだとしたら今の教育だと全くそれはできてない感じですか山口さん的にはまあ、ね、結果的にねそのビリー・アイリッシュだってそうだし、まあそのマック・ザッカーバーグでもそうですけども、はい、やっぱりこうドロップアウトした人が成功してますよね日本でもそうです小坂さんもそうだと思いますけど、まあ、ずっとドロップアウトしてますけどね僕はね25年間確かに BIH も学校行ってないですからね、だからドロップアウトし続けた人もいますからね僕の周りにはまんさか、99% がドロップアウトし続けてますけどね僕の周りはねそうですよねそんな中でこの、まあ、教育方針っていうのもあるとすると、うん、なんか今、放任主義あえて放任するだったりとかあとはもう詰め込みじゃなくてもう本当に詰め込んでこれやれあれやれもしくはその
親も一緒に頑張る、さっき田中さんがおっしゃったこう平行型っていう、自分も勉強したって、里ママも自分も勉強したっていうふうに言ってましたけど、うん、それってなんかどれが、まあ、選ぶとしたらどれがこう一番今のところいい教育方針なんですかね、うん、田中さんいかがですか。難しいですけど、難しいですけどね、うん、まあ、全部やりすぎはダメですよ、うん、全部やりすぎはダメですけど、まあ、なんとなく偏り的に重心がどこに置いてる方が、いや、これも個人的な考えでいいと思います、うん、個人主義でいいんですから、人によって、そうですね、はい、そうですよ、人によって放任主義っていう言葉からイメージする言葉が違ったりするっていうのはすごく感じるので、例えば親御さんとのメンタルトレーニングやってたりすると、放任主義がいいですよねとか言われて、放任主義ってあなたにとってどういう意味ですかって聞くと、なんか本当に本当にほっとくみたいな、育児放棄的な、そうそうそう、いや、それ違いませんかとか、でも放任主義っていう言葉がとてもまろやかにしっくりきてる親御さんもやっぱりいるっていう、うん、まあ、それがまず置いといて、自分がもしそれのどれかを選ばなきゃいけないかったとして、自分がやってきたことはどれに近いかって言ったら、それはこう自分の背中を見てほしいっていうのはありましたよね、うん、なぜなら私がとにかく邪魔をしたくなかったんですよね。人を育てる時に私の考え方の癖とか、私のエゴとかプライドとか、うん、私のコンプレックスとかがやっぱりどうしても、さっき山口さんもおっしゃってたけど、私の言葉に全部出ちゃうんですよね、うん、どんなに隠してたらもっとバレちゃう、背中でやっぱり子供って見ちゃう、うん、自分の一番の弱点を。だから一緒に育たなきゃいけないっていうのはあったので、その意味では、はい、自分が一緒に勉強するし、今自分も女子大生ですから、一緒に女子大生をやる、そして週末、数日前は私あまりに予備審査っていうのでちょっと延期になってしまって、本当に泣いてて、私を子どもたちが励ましてくれました。私が今試験でダメになった時に、もうママダメかもとか言ったら、もう本当にこう支えてくれたりとかしたので、そういう関係になり続けるのは大事かなって、邪魔したくないっていうのがすごいあります。それいいな、羨ましいな、確かに、そうなりてえな、はい、鶴野さんお帰りなさい、すいません、あ、ね、いい話をかぶり終了ですね。かぶっちゃったんですね。ちなみに鶴野さんはこの、まあ、教育方針、どういう教育方針されていらっしゃるんですか。うん、そうですね、まあ、でも僕教育の今日は共の育だと思ってるんで、共にやっぱり育っていくっていうことがすごく、なんかこう子育てやってて分かるんですよね。教えるんじゃなくて共に、共に育っていくっていうのをスタンスでいたいなと思っています。確かにね、はい、いつもやっぱり子どもたちからいろんなこと、さっきも言いましたけど、いろんなことを教えてもらって、まあ、TikTok の使い方とか新しい音楽とか、全部やっぱり子どもたちから教えてもらってるし、何が流行ってんのかとか、もうこんな僕らがなんかいろんなことを教えるなんてことはちょっと難しいなっていう、まあ、ただまあ今僕も学生なんで、そういうなんかこうパパがなんか夢に向かって頑張ってるなっていう姿がやっぱり無言なんですけど、やっぱ子どもたちに伝わってるみたいで、やっぱりパパが学生やったら少し変わりましたか。なんかやっぱり変わりましたね。娘たちもなんか自然に勉強するっていうか、特に別にこっちが勉強しなさいって言ったわけじゃないんですけど、なんか自然にみんながこう勉強しだしてる、うん、そうだよね。子どもからしたらだってパパ勉強したことあるのかよとかさ、パパテストないだろうっつってもあるんだもんね。そうなんですよ、もう言いかせないよね、それね。だからまあね、46歳のパパでもこうやって勉強してんだよとか、うん、夢あるんだよってことを伝えることが、なんか子供たちにとってすごくそれがいいことになってるのかな、うん、なんて。まさに先の背中論じゃないですけども、うん、ね、かっこいいその親の背中を見て育つとかって言うんじゃなくて、本当にビターっとついてますもんね。別にちっちゃい時はね、はい、大きくなったら違いますけど、はい、今もうビターですからね。ずっと僕喋った言葉を強く言いますからね、うん、マジかって言いますからね、かわいい3歳がマジかでかとか言いますからね。リアクションもちゃんと、リアクションもちゃんと芸人さんなんですやってますからね。ニュースピックスから質問がちょっと来ているということで、はい、紹介させていただきます。いいね、今日楽しいね、はい、幼少期の教育に親が持つ意識で必要なことは何だと思いますか。まあ、特に幼少期ですね、幼少期の教育に。どうでしょうか、これもう川端さんで聞いてみましょう、はい、幼少期の教育、うん、幼少期の教育、はい、そうですね、まあ、先ほども少し言ったんですが、親がゆとりを持つというか、うん、子供が主役であるということをやっぱり大事にしてほしいなっていうのは思ってるんですね。でも幼少期なので可能性がたくさんまだある状況ですから、そのなんていうかな、子供が大きくなるまでに、そのできれば、まあ、幼少期、まあ、幼児さんであったとしても自分で目標を立てようというようなこうチャレンジをさせてあげるとか、うん、まあ、先ほどの失敗をたくさんさせてあげて、でその結果だけじゃなくて、やっぱりその過程、そこにどういうふうに取り組んでいったのかっていうところを大事にしてほしいということと、やっぱりその
興味関心を持てるためにその環境づくりですね、先ほどもあったようにそのご自身が全部やる必要はないと思うんですけども、そのチャレンジ、まあ、先ほどこう山に行ったりとかそのいろいろ今虫とかでもその直接触ったり見たりっていう経験がなかなかできない中で、もちろんそのタブレットとかで見ることも大事なんですけど、その興味を持ってその子がもっと自分で調べていくようなそういう環境を作ってあげること、そこをぜひ意識してあげて、それをこうやんなさいあんなやんなさいってこう全部やってしまうともう子供がそれを待ってしまうので、少しその手助けをしてあげて、そこから自由にある程度してもらう、先ほどの並走がいいのかっていうところもそのこうサポート役っていう形ですね、そこをぜひしていってあげてほしいなっていうふうに思います。親が全部やる必要がないと、もうすごい救われますよね。でも親がやった方が時間が早く終わるんですよ、だからこっちの楽なんですよ、楽だから楽だから早くやれって言って楽だから厳しく言うんですよ、あれ楽なんです、楽です、うん、本当自由にやらせた方がいいんですけど時間かかるんです、手間も暇も時間もかかります、ね、でもそれ見ておけばちゃんと見守れば転生を見つけられるんですけど、面倒くさいっていうのは処置があります、今もう現在はもう本当に早く寝ろってずっと思ってますからね早く寝ろ、ね、でもまあ そこがね、また変わってくるんで、もう鶴間さんもまさに今保育を学んでますけども、幼児教育、幼児教育ももちろん勉強している部分、そうですね、やっぱり基本で何かあるんですよ、五領域っていうのがその保育の中に、はい、言語表現、人間関係環境とかそういうのもいろいろあって、その中の一つに絶対環境が入ってくるんですけど、やっぱり環境作りなんですよね、先生たちは、まあ、子どもたちはまあ正直勝手に育つんですよ、でもそれはやっぱ育つ心をどういうふうに大人が なんだろうな、育てようとすることなのかっていうことを準備するか、環境準備するか、そこがすごく難しくて、やっぱり大人としてその見守る、で子どもたちの一番なんだろうな可能性を生かせるような環境を子どもたち気づかれないで作っていく、それはお金がかかるものだっていうふうに言う人もいると思うじゃないですか、お金があれば何でもできるよみたいな、お金じゃないんですか、お金じゃなくて、今お話出ていた自然、虫を取ったりとか自然豊かなところに行くっていうのは、まあ、皆さん同意だと思うんですけど、なんかその子どもにとっていい環境って具体的にどういう環境なんですか、あれを置けとかもしあれば、なんなんですかね、あれを置け、まあまあだから、はい、南北さんありますか、なんか、あ、ごめんなさい、環境はすごい楽で親にとって非常に作るの楽だと思うんですけども、家の環境が一番楽で、まずその家は絶対に個室を作らせないっていうか吹き抜けにするとか、まあこれヨーロッパだと基本だと思うんですけども、あと子供部屋は全部こう本棚にするしておくことですね、あと地球儀は絶対置いておく、天体望遠鏡は置いておく、つまりその、はい、なんか そういうのって言う必要がないっていうか、そういう環境の家にそもそも設計しておけば何もこうあと一発作ればあとずっとこうやっていけるので、でも壁中に本があったら、はい、暇な時見ますもんね、欲しい、そうです、本を買うというよりは本はまあ子供が買うんですけども本棚しかないんですよ、壁は、でも本を入れるしかないという、確かに確かに、はい、そうです、まあ吹き抜けがあって、まあ、携帯望遠鏡があって、あとよろしくっていう、いいな、あと犬もいますよっていう、で親は何も言わないっていう、それが環境の作り方なのかなというふうに、思いますね。で、やりやすいかなというふうに思う。あとはそのどうしても子供がその怪獣なのでどうしてもどうしてもそのスマホを与えたくなっちゃうっていうのは分かるんですけども、絶対にそのゲームをやらせてくれなかったですね。その中毒になるものは絶対、まあ、マクドナルドとか中毒に当時はさせてたんですけども、それは絶対やっちゃいけ、許されないっていうのと、あとは子供には完成品与えないっていうかゲーム与えたりとかしなくて、ゲームじゃなくて PC とその説明表書を買っているから、ゲームダメですか、e スポーツの選手とかなる可能性があるんですけど、ゲームダメですかね、いやいや e スポーツの選手はその子供のところゲームやんないですよ、e スポーツの選手子供の時ゲームやんないですか、ゲームやんないです、そう、要するに洞察力を学んだりとか、その e スポーツっていうそのコンテンツとか そういう世界以前にその学び方を学んでいるので、やっぱ東大生とかがやっぱ優勝しますよね、世界的なところに行くとやっぱそうなってくる、もともとそういう頭脳が必要になってくると、そう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 、なんか普通にもそういうことですよね、だからその何か完成品を与えちゃいけなくて、分かりやすい、子供の時からゲームばっかりやってると大きくなった時 e スポーツ勝てないよって話だ、そうですね、なるほど、面白いな、ゲーム会社の社長が言ってましたけど、絶対に自分の子供にはゲーム与えないし、面白い、なんで、はい、アップルもそうですよね、 iPhone は、はい、ね、スマホ与えないと言ってましたね、なるほどね、完成品は与えちゃいけない、スミキスも与えとけっていう、一方でニュースピックスでもこの好き嫌い
まあ、判断して、まあ、好きだけをこう伸ばせっていう、よく言うね、好きじゃないと続かない、はい、好きでこうご飯食べていけば幸せ、とはれ好きを伸ばせってよく言うんですけど、松本さんはこの好きを伸ばすだけで、まあ、いいのかどうか。嫌いな部分はやんなくていいよ、うん、私も好き伸ばすだけでいいと思ってて、うん、で多分嫌いを伸ばさなくていいではなくて、自分に向いてないことはやらなくていいだと思っていて、うんうんうん、例えば私ってなんだろう、なんか座学がすっごい苦手だったんですよ、うん、授業1時間座らなくてペン投げて拾いに行ってたんですよ、なんか散歩行きてみたいな、トイレ行きますみたいな感じだったんですけど、でもディスカッション型の授業になったら意見出すのだけは得意だったんで、それだけだったら絶対評価されるんですよ、うん、みたいな感じで自分の得意を伸ばすっていう感じが好きを伸ばすの一番いい形なのかなっていうのを思います。あ、で得意をもっと伸ばしたくなってきて嫌いなことやるよね。うん、あのこれを勝つためには嫌いなことやんなきゃいけないから、くそーっていうね。そうですね、パソコン、うん、曲作るためにしょうがなくパソコン覚えたもんね、なるほど、そういうことはね。そうです、なんかもともと英語の勉強を死ぬほど嫌いだったんですけど、うん、でもなんかやってたら英語の勉強してました、気づいたら、うん、ね、やんないと喋れないもんねしかも英語で大学行ってました。そうだよね、そういうことなんで、だから無理くり嫌いを始める必要はないと、うん、まずスキルとか言っとけよってことだよね、うんうん、まあ、そのうちやんなきゃいけなくなっちゃうんで、ね、うんうん、なるほど、はあ、入りとしてはいいですよね。いやー、どうしましょうかね、一旦終了になります。今日も面白かった、はい、今日のは相当俺響きましたね。いや、めちゃめちゃ面白かったですね、本当に。一番いい大学よ、ここ。そうですかいや、本当俺もう無料で教育受けてるもん嬉しい、ここすね、はい、金コメのご投稿お願いします。ちょっと待ってね、はい、その間、うん、ツイッターニュースピックス意見めちゃくちゃ来てますのでご紹介させていただきます。はい、まずこちらのツイートです。学校で教えてくれるのは基礎、この興味や知的好奇心に寄り添うのは学校ではない、親の伴走力が必要、親も学ばなければいけないのは必至。そうですね、まさに本当に私も思いました。親に勉強しようって言われて、あなたがしてないのになんでってすっごい思ってたの、言えなかったけど、もう本当に鶴野さん、田中さんの意見聞いて、まさに子供の頃の記憶をこうなんか思い出しましたね。あ、そう、そんな感じだな思ってましたね、はい、続いてこちらのツイートです。はい、可愛い子には旅をさせようということであって、子どもの素朴な疑問を潰すようなことは良くないと思います。親の教育意識をどうこう言うなら、親が図書館に通って本を読む姿勢を見せればいいと思ったりしています。まさに鶴野さんの、ね、お子さんも鶴野さんを見て、鶴野さんのこう勉強する姿を見てね、パパがやってることしますよね。うちであのスタジオあるから、もう今もうスタジオのマイクのセッティングしますよ、たまに。あ、パパのマネージって、やっぱりそれはありますよね。まあ、それはちょっと特殊な環境ですけど、はい、ニュースピックスからこういった、質問が来ています。はい、与えた環境がもしかして子供に合っていないかもと感じたとき、どこに気をつけて切り替えればいいでしょうか。切り替え、はい、山口さん、こちらいかがですか。いや、これ重要ですよね。その子どもの感情に寄り添うことでしか切り替えできないと思います。感情に寄り添う、感情とかその子どもの身体感覚をやっぱりオブザベーション してあげられるのが子ども、あの親だと思うんですよね、うん、合ってないんじゃないかって。僕もなんかアメリカンフットボールとかそのアメリカンスクールとかあの生かされてましたけども、うん、合ってないよってあのそれをこうやっぱ親がこう近くして少しずつこうずらしてあげてっていうのが、うん、それがとても大事かなというふうに思いました。親の敏感な、それもそう敏感なところを意識してあげるっていうことだと思います、ね、なるほど、ありがとうございます、はい、続いてこういった質問も来ています。はい、夫婦間で教育観が微妙に違います。子供が戸惑うことがあります。統一する必要もないと思いますが、どうなんでしょうか。鶴野さん、どうなんですか、うん、あの夫婦の中でその教育が、いや、ここそれは本人しすぎだよ、いや、それは詰め込みすぎだ。いや、うちはもうありがたいことにその辺の教育は全然できてて、はい、そこでぶち当たったことは一度もないんですよね。そこもありますよね。そこ仲悪いと元も子もないみたいな、仲悪くてもいいんですけど、うん、あの無駄にこう子供の前でぶつかり続けるとかね、そういうのはね、うん、田中さんはどうしてるんですか。あ、めちゃめちゃ価値観は違ったので、もう本当に議論をしました。うん、もう、まあ、フランス人の夫なので、あのフランス人の夫と私とで良いこと悪いこといろいろ話して、で本当に2つだけに決めてって言って、こうもうボードにも書いて、あの
こうリスペクトとジェネラシティって言葉なんですけど、リスペクトってまあ尊敬する、でもそれは自分を尊敬するっていうのと、ジェネラシティ寛容であるっていう言葉2つにするまでに本当に議論をしました。そのことを中心にしようって、やっぱり親がその価値観が違うからこそ何か一つに決めるってことは大事だなと思います、ね。はい、お互いのそのね、条例法律の上にある憲法を決める大事ですよね。そこから法律条例に落としていくっていうね。確かにその憲法はありますね。うちの憲法はマイカなんですけどね。マイカ、マイカ、うん、でもその、それになるまでが結構ね、いろいろ話した上で、話した上で、はいはい、お互いたまたまマイカってやってみるっていう、まずマイカってやってみるっていうのは、ね、決めたんですけどね。議論するっていうことがもうなんか下上でね、下上でね、はい、はい、ということで、はい、はい、山口さんどうぞ。そもそも親が方針を決めるっていうのはすごい傲慢な話だと思う。まず、でも僕、まあ、個人的な経験を持っているのは、やっぱりこう深夜に親が2人でこう教育方針を話し合ってるっていうことをすごく記憶に残ってます。だからそれはすごく愛されてるなっていうことを感じて、だからちょっと論点すり替えて申し訳ないんですけども、その親が、その親が仲が悪いというよりは、親が自分のためにその議論して喧嘩してくれてるっていうのはすごく嬉しいことだと思うんですよ。やっぱなんかね、やっぱ親も一個人の人間なので、やっぱどうしても子供のためになんとなく考えたいなっていう、言い方変ですけど、ごめんねわがままで考えさせてって気持ちありますけどね、ちょっと触らせてっていうね、お尻触らせてみたいなもんですよね。柔らかいねみたいな、その子供と赤ちゃんって柔らかいじゃないですか。なんか触りたいんです、ギュッとしたいんですよね、なんかそのうちの1個って感じがするんですよ、ね。素直に言ってくれることがなんか子供にとっても、子供が安心しますよ ね、だったらいいんだけどね、はい、横坂さん、いや今日最も響いた言葉、キングオブコメントの発表をお願いします。これ NHK でやりましょうよこれ、いや本当いいですよ、ね、は、はい、じゃあちょっと今日まとまっては、総括っぽくはないんですけど、今日親がね大なんで、一応親がどうあるかっていうので、その今日のテーマに一番近いかなってことで、これを選ばさせていただきました。はい、子供の安全基地であれ、まあこれは環境を作る、いろいろ意味では、ただ親も持ってなきゃダメ、つまり余裕がなきゃダメだっていう、最近やっぱり僕も正直言うとちょっと余裕ないんですよ今現役なので。でうちのママはもっとないんですよ。そうなるとそんなことなんか言ってらんない、正直 DV だとか、なんだ、ネグレクトだとか、そんなのどうでもいいっていう風な瞬間がね、一日ね数秒訪れるんですよ、ひょっとしたら殺すかもみたいな、1秒弱、訪れるんですよ、ふっとよぎる。そのために安全地帯がお互いの夫婦であったり知り合いであったり、まあ、先輩だったり後輩だったりお互いの親だったり、まあ、いろんな部分あると思う。安全基地を持っておくことが、こうやって塾に行こうとかなんかしようとか友達と遊ぼうとかっていう風になっていける、まず自分が何とかしなきゃダメなんで、別に教えなくていいんで、自分がまず普通であれっていう風にまず思ったってことが、あっと思ったんで、僕はちょっと僕のちょっとあれですけども、はい、田中さん、はい、田中さん、ありがとうございます。初めてもらった。あ、そうですか、はい、うん、これ田中さん上げすぎだなと思ったぐらいなんですけど、あ、そうなんですね。一度もない。あ、そうです、おめでとうございます。すいません、はい、田中さん、僕ごときのいかがでしたか今日、はい、あ、もうまたもういつも楽しいです、本当にありがとうございました。親っていう立場で本当にマニュアルないなってつくづく思うので、はい、もう試すしかないなってつくづく、はい、ありがとうございます、はい、松本さんはもう今日唯一の学生というか子供を代表でしたけれども、はい、いかがでしたか。そうですね、親の中で親について一人だけ学生で話すの大丈夫かなと思ったんですけど、ちょっと論点ずれずれになっても全然なんとかなんとか修正してたので、親が子供なし喋るとね逆にずれてるから、そうですね、よかったです、すごいよかった、しゃぶ台返してよかったです、ね、ありがとうございます。アメリカ行ってもズームで出て、はい、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、鶴野さんはいかがでしたか。ね、なんかますますやっぱり子どもたちは信頼した方がいいなってことも分かりましたし、なんか今まで自分がやってきたこと、それをなんかこう信用したいなって自分にもなんかすごく、なるほどね、はい、そうですね、はい、思えてよかったですね、ありがとうございます、はい、野口さんはいかがでしたか。はい、すみません、まず遠隔で申し訳ございませんでした。はい、やっぱりその、まあ、国が子供を育てるというか、その親が育てることに、まあ、親が本当に育てられるというのは結構贅沢な環境だと正直思ってます。2000万円かけて、まあ、2000時間かけなきゃいけないわけですよね。だからちょっと無理だと思うんですよね、 50% の人が本当無理なので。でそうじゃなかったらやっぱりコミュニティとかその国が子供を育てるというところを、まあ、整えるというのは自分の役割だと思っています。本当にそれはとても深く同意します。素敵、はい、ありがとうございます、はい、最後川端さんいかがでしたか。はい、本当に毎回アップデートさせていただいてるんですけど、
ぱり全国のやっぱり困っているとかこう悩みで悩んでいる保護者の方々に、まあ、我々サービスを通じて、やっぱり今日話した内容をしっかり伝えていきたいなというふうに思いますので本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。教育まだいけるんで、ね、川本さん第3回の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回のアップデートはですね、はい、再来週になりまして、なぜライブコマースは日本で流行らないのかということで、あ、久々だね、ゆうこさん。ゆうこさん、ライブコマースの先駆者、うん、中国の経済に詳しい、うん、マザーハウスの代表の山崎さんにもお越しいただいて、中国ではものすごい流行ってるというか、もう 何兆円稼ぐライバーさんがいらっしゃるのに、日本では本当に全然流行ってない。名だたる企業がライブコマースに転出してやめてるっていう現実があるので、ライブコマースを深掘っていきたいというふうに思います。はい、はい、皆さん、あと1個だけ、はい、この後で小坂大魔王とピコトロでサブチャンネル立ち上げまして、まだね何百人しかいないのでぜひともよろしくお願いします。ピコトロの方だけもう70万とか言ってるくせに、こっちがサブチャンネル何百人しかいないのでぜひとも、この後僕とピロートークしませんかっていう動画上がってますんで、もしよかったらよろしくお願いいたします。はい、皆さん本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、はい、さよなら。